皆さん、中共ウイルス、新型コロナウイルス、この新型コロナウイルスでの疫病と不況で国民が困窮しているにもかかわらず、枝野幸男氏率いる立憲民主党は具体的な対策を何ら示さない。これはなぜでしょう。何ら示せない。これはなぜでしょう。今や立憲民主党にはその昔自由民主党衆議院議員であった中村喜四郎氏、小沢一郎氏の実力者が加わっています。小沢一郎氏は自由民主党以外の政権を2回1993年平成5年の細川内閣と2009年平成21年の鳩山内閣、共に小沢一郎氏が作りました。今できることは消費税廃止、または消費税凍結、そしてベーシックインカム、現金給付毎月10万円を実施することです。これで立憲民主党は政権を奪還し、政権を担うことができるのです。皆さんはいかがお考えになりますでしょうか。